どうもお疲れ様です。そっか、の久保です。10月24日、月曜日、朝6時6分の相場解説、1時間軸だけを見て、真っ先にお届けしております。まあ、緊急と言ってもいいですよね。えー、先週の金曜日の、本当に締めギリギリに材料が来ました。日銀の介入と思われる動きです。ズドーンと落ちましたね。その後、半年戻し、前年戻しを期待して、倍に入ることが、月曜日のね、 え課題になってきますもちろんリスクの取れない方は月曜日はいつも通り様子を見るということに終始していただきたいと思いますのでそのための動画を後ほどねお送りします、えー、今回はねあの緊急であのリスクの取れる方向けの動画でございますというのがもうすでに半値戻しの動き始まってるでしょそして下ヒゲが出てますよね下ヒゲが陰線と陽線それぞれに出てますよねということはこれは上昇圧力と捉えてね半値戻し前値戻しを狙って倍で入っときゃいいんじゃないかなってことなんですよ 私はもうすでに倍で入ってます。うん、相当なロットを積んでますよね。え、それはもうギャンブルに等しい考えなんで、テクニカルでも何でもありません。ですんでね、えー、緊急でお届けするのと、リスクの取れない方は通常通りの動画を後ほどお送りしますので、冷やし4時間1時間と見ていくやつですね。で、週が変わりましたんで、週足を見ていく。その動画がアップロードされるまでお待ちください。ということでございます。それでは、一旦以上です。